皆さんこんにちは、伊藤慶です。今日は私がね、よく自分でもしているおすすめの練習法をご紹介したいと思います。で、タイトルにもあるように、激しい曲ほどピアニッシモでゆっくり練習してみるということです。激しい曲ね、フォルテで速くて激しい曲っていうのはね、かっこいい曲はたくさんあるんですけれども、それをいくら練習してもどうしてもなんかミスタッチが減らないとか、なんか止まっちゃうとか、つっかえちゃうとかね、そういうお悩みがある人はぜひこの方法を試してほしいなと思うんですけれども、その激しいところほどピアニッシモでできる限りゆっくり弾いてみるっていうのをやってほしいです。これなかなかやってねって言っても、ちっちゃい子にはね、伝わらないことが多い。例えばね、早い曲はさ、早く、別に遅い曲ですら早く弾きたがる子っているから、難しい。例えばさ、ブルグメラーのアラベスクでもさ、途中の左手がなんかすごいことになっているけど、とにかくもう早く弾きたいなんていうさ、そういう子がね、一定数いるでしょ。一定数いるから、そういう子たちにこういう練習をしてねって、もうすごくもう心を込めて説明してもね、もうゆっくりなんて弾きたくないなんていう子たちも確かにいるから、そういう子たちで多分ね、ピアニッシモでゆっくりやってねって言ったところでね、多分やらないっていうか、そのもう気が抜けちゃう。気が入らない練習になっちゃうと思うので、もうそういう人はね、ちょっとまだこういう練習をするのは早すぎですね。ぜひ自分で、あ、そうかって、私がお話ししてることにぜひ納得して、あ、これやってみようかなっていう方はぜひ練習に取り入れてほしいです。ピアニッシモ、ピアノで弾くっていうのはまた全然神経の使い方、指先の使い方とかも変わってきますよね。フォルテのところをどうしてピアニッシモで弾くのがいいのかっていうと、まずその激しい曲を練習の一番その最初の段階から激しくね、盛り上げて弾いてしまうと、なんかこの体のオーバーリアクションにつられて、なんか弾けた気になっちゃうっていうことないですか？なんかうわーってこうかっこよく自分でなんか陶酔しきっちゃうんじゃないけど、フォルテで早く弾いてると、例えば細かなパッセージとかが弾けてなくても、なんとなく弾けた気になっちゃうっていうことが絶対にあると思うんです。だからピアニッシモで、しかもゆっくり、できる限りゆっくり弾いてみてください。で、ゆっくり弾くっていうのは、それだけ指先にこう待ったをかけるっていうような感じで弾いていくので、さらに難しいです。早く弾くよりも難しい。で、今日はその激しくて速い曲ってなんだと思って、リストのパガニーニによる大練習曲の6番の最後のバリエーションのところね、これで、この曲を例に挙げたいと思うんですけれども、これを練習するときにピアニッシモでゆっくり弾く、絶対にずれることもないんだけど、ピアニッシモでゆっくり弾こうと思うと、こんなことになっちゃったりするね。左手もそろそろって、すごく難しい。これもだってこうやって弾いた方がもう全然楽、神経使わなくて、こっちもね、なん
か弾けた気になっちゃうんですけど、それをそろそろと指先に本当にもうどこもガタつかないで弾く。すごく神経を使うので、そんなにね、もうこの方が難しい、ね、ちょっとバラつ、私もバラつけちゃった。あのこの練習、この勢いを任せてアルペジオでパパパパパパパって弾くのよりも、絶対にピアニッシモでゆっくり弾いた方が難しいし、この指先のね、意識がさらに必要になるんですね。だから速い曲、激しい曲でどうしてもなんかミスタッチばっかりで聴かなくなっちゃうななんて悩んでる人は、ぜひこの方法をやってみてください。例えばこういうところも同じです。ゆっくり弾いてみる。そのその私が言ってる、この伝えてることが、そんなゆっくりなんかそんなピアノでそんなゆっくり弾いてはかっこ悪いっていうか、その全然楽しくないし、なんでするのみたいに思っちゃうぐらいの人は、あのまだやらない方がいいです。やらない方がいいけれども、早すぎに練習するのは絶対やめてほしいけどね。だからそのこのゆっくりピアニッシモで弾く、あ、そうか、これ指の先のこの、体のオーバーリアクションにつられないで指先を意識して弾けるからいいなっていう風にぜひ納得できる人ね。このさ、もうフラストレーションがたまるっていうかさ、もう早く弾きたいよね。したくないなとか、こう確実に絶対弾きたいって、あのどんどん弾きたいから、もうどんな練習でもやりたいってちゃんと思える人は、ぜひこの激しいところをピアニッシモでゆっくりゆっくり弾くっていう練習をぜひやってみてほしいと思います。 K チャンネル、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。少しでも役に立ったな、この練習法をやってみようかなって思えた方は、ぜひグッドボタンも押していただけると嬉しいです。また YouTube の他に SNS、Twitter、ブログ、インスタなどもやっています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。